私ども太陽科学は3つの事業部門で構成されています。まず1つは私どもの化学会社としてのコア技術である界面活性剤、これをベースにした化学部門としてインターフェースソリューション事業部というのがございます。そして食品工学を中心とするアグリフード事業部、そして栄養学を切り口にして新しいマーケットを作っていくということでニュートリション事業部という都合3つの事業部で構成されております。食品用の石鹸、まあ、いわば食品用乳化剤ですね。こういったものを、これを日本で最初に合成販売を始めた会社、これが弊社のアイデンティティになります。界面っていうのはですね、ゼロ次元ではなくてナノ単位、あるいはオングストロームというような非常に微細な、まあ、隙間なんですね。で、この隙間が空いてるということで普通は混じり合わないものは混ざらないです。しかし私どもがコア技術にしている乳化剤、界面活性剤の技術を使ってその隙間をうまく埋めてやるんです。我々のテクノロジーというか基盤技術はもともと食品で育っていますから、安心安全が第一のモットーなんですね。ですからその安心安全性が担保された物質で界面を制御するということは、すべての産業にオールマイティで使えるはずだと。カンパニーアイデンティティがですね、好奇心そして行動っていうんですね。つまり噛み砕いて言えばものづくりを楽しもう。我々の技術っていうのは極論言いますと、赤ちゃんから寝たきりのご老人まで、だいたい1日に5、6回以上は必ず我々の技術と接してます。そう言っても豪語して間違いないと思います。私どもは素材メーカーですから、あまり表に知名度というのはありません。しかしいろんな新しいヒット製品や云々の、まあ、いわば舞台の黒子役として活躍してきた実績がたくさんございますので、まあ、こういったものを進めてベンチャースピリッツを持ち続けて、どんどんこの四日市というか三重県からの初でグローバルな新しい切り口の展開というのを進める、こういったことを、まあ楽しみながらやっている会社でございます。